しの皆さん、そして通りすがりの外のあなた、こんにちは、共演袖目渋谷です。今回披露させていただきます演舞は渋谷16代目演舞枕場、テーマは一品商人と竜となっております。京都丹波の地方みたいに突如襲った陥没に苦しむ人々が一品商人との偶然の出会いを通し、共に困難を乗り越えていく姿と海に眠る伝説の竜を演舞にて表現いたします。またもう一つのテーマは出会い、この会場で出会えたお客様との出会いを大切に渋谷一同精一杯演舞させていただきます。ご声援手拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。出会いは儚きものなれば、未来を紡ぐいつの世も。今日の地で可憐に踊れば水のせ、皆永遠なるものだと思っていた。これは町方と一点商人が共に苦難を乗り越えるからね。渋谷十六代目枕場、元気出してください。町を下ると丹波に人々は全てを奪われる。この干ばつを終わらせに来た。我らを救う剣は座るし海が下る高まった水面に光る銀銀。おろろ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 、伝説の竜、うわしびれ雲を従う、天を回りて雲を従う、幽霊たるこの川でこの地に恵みをもたらす川へ。皆様に最高の笑顔で、ありがとう。